郎さんに聞いてみよう。今日は未曽有の国際的危機に立ち向かった男、第三代学長後藤新平さんの紹介じゃ。これら金名ドキドキ。これら金、今でいう新型コロナウイルスのような伝染病の感染拡大をたった2ヶ月で阻止、日本を絶体絶命の大ピンチから救ったヒーローなんじゃ。前代未聞の困難にも我先にと挑み道を切り開く、そのたくましいマインドは拡大の DNA として永久に不滅である。太郎さんありがとうさん。拡大ミュージアムで検索。